こんにちは、札幌占い美容院相馬勝の後藤です。今回はまずですね、ここがへこんですね、ここがへこんでしまって、本当はこう一体感を出したいんですけど、なぜかここが1回ワンクッション置いてここが張ってしまうみたいな感じになります。そして下があるみたいな感じになるんで、もうちょっとスッと入っていきたいという希望と、あとカラーが毛先のブリーチが、今ここをブリーチしてるんですけど、ちょっと一回暗くしたいということで暗くして、それに、メッシュを同時進行やっていく時短技をちょっと今日はやりたいと思うので、これができるようになったら、雑誌に出ているグレージュのカラーとかがすげえ簡単にですね、しかも短時間でできるようになる方法なので、かなりおすすめかなと思います。単価アップだったりとかにもすごい使える方法なので、かなり楽ですし、髪のダメージも抑えながら、お客さんのまあ理想の部分に近づけるんではないかなっていうふうに思うんで、それを今日やりたいと思います。はい、でこちら、今ここが、張ってるんですよね。でここがくびれてる、そして、毛先がこうある状態になってて、なんでなのかなっていうと、ここで使えるのがフェイクセニングです。でこちらは一般公開しない動画なので、はい、でテイクセニングは限定動画でしかやってませんので、ちょっと今回のテイクセニングの方法としてはちょっと見てみたいと思います。でテイクセニングやる場合にちょっとクリームとかを手に塗っといた方がっていうような感じで、今このカットの説明を終わりたいと思います。まずこの時短カラーの時短メッシュカラーでのグレージュの方法なんですけれども、至って普通です。まず使うのがこちら、アディクシーのすごい分かりやすい調合に今日はしました。エメラルドの3を1、サファイアの3を1、シルバーの3を1、1対1だけです。それに、キサンタンガムでちょっと薄めてますね。はい、で、2剤は化成を使ってますけど、キサンタンでちょっと粘土出して薄めて塗りやすくしてます。でこちらはブリーチ剤です。はい、ブリーチ剤ファイバーフレックス入れて、ダメージをちょっと弱くして、さらに今ちょっとあるものを入れてます。リフト力パワーアップするためですね、それを入れてます。でじゃあどういうふうに使っていくのかっていうのは超簡単です。もう毛先まで一発で塗っちゃいます、このまま。で、と思ったんですけど、毛先がでも結構ブリーチしてるからな、いや毛先まで塗っちゃいます。で、まあ、時間差でちょっと塗るんですけど、毛先までとりあえず塗るんですが、まあ、中間ぐらいまで一回押さえて、そこからちょっと後で伸ばしていってって感じにしましょう。はい、塗ります。ハケで今日は塗っていきますね。はい、ちょっと北海道の冬は寒いので冷たいかもしれない。大丈夫ですか？僕勝手に一人で喋って気持ち悪いですね。大丈夫ですか？皆さんにお願いがちょっとあるんですけれども、毎回お願いしてるんですが、1万人登録者行きたいのであとちょっとなんですよね。なので皆さん、とりあえず登録しないで見てる方もいらっしゃると思うので、見てる方はどうにか登録ボタンをちょっと押してください。そしたらもっとモチベーション上がっていい情報が発信絶対できるんで、皆さんよろしくお願いします。誰か、シェアとかしていただいたら非常にありがたいので、どうしてもちょっと一般のお客さん見ても分かんない内容の部分もあると思うんですけど、一般の人向けにもちょっとこれから配信していこうっていうのもあるので、ぜひちょっとお願いします。
でこうやりながらも次のメッシュを入れる時のブロッキングをこの時に取るぐらいにしといた方がより時短になります。あの後でまた取るよりもここでもうここで入れようっていうのを決めておけばそれこそ時短になるので、まあそれぐらいやってもいいかなと思いますね。はい、で今度反対側をやっていきます。はい、ではブリーチを入れていくんですけれども、今塗り終わった状態で全体塗ってます。はい、でこのままブリーチを入れる感じですね。はい、ファイバープレックスと、あるものと、パウダーブリーチを基に割り普通の状態ですね。ここでまず入れていく場所なんですけれども、どこに入れるかと言いますと、はい、この耳の付け根、もみあげの延長線上のところ、ここからこう結んだところですね。ここはネープ入れてもあんまりわからないのでネープ入れません。なのでではやっていきます。この部分を止めます。はい、でこういう時もね、顔にちょっとついちゃうとこれ結構暗いんで、ね、気をつけてくださいね。で、はい、ここで取っていきます。リパレットを使います。はい、やり方は簡単です。ウィービングを取っていきますね。はい、ウィービングを取ったらやり方の一つとしては根元を攻めないってことです。はい、だいたい根元10センチ近く開けます。こんな感じです。いいですか。いいんです、10センチぐらい開けちゃってもこのぐらいで。はい、ウィービングを取ります。で根元10センチ近く開けて毛先をこのブリーチで塗っていきます。はい、すごい楽ですよね。そして次ですね。はい、また3センチのところでスライスを取って止めて、はい、そしてまたちょっと取っていきます。はい、根元をちょっと開けて、開けたところからちょっとグラデーションにしたいっていうのと、あと今後ですね、モデルさんの方が就職活動があって根元の方あんまり入れちゃうとちょっとまずいので、ちょっとそれもあります。なんで根元は結構開けてます。10センチ弱、7センチぐらいは間違いなく、7、8センチ空いてますね。それぐらいでいいんですね。はい、このぐらいのスピードで塗っていければすごく早くてすぐ終わっちゃいます。このぐらいの、まあこのチップの大きさとかは皆さん好みがあると思うので、その好みのようにしてください。はい、このような感じでリパレット状をパウダーブリーチでこのようにやっていきます。はい、で同じ普通のカラーと大して変わらない時間で、よりデザインもできて単価も上がるので、僕は結構これはいいかなと思いますね。お客さんにとっても、美容師さん側にとってもウィンウィンの状態を取れると思うので、お客さんもね、そんなに長くいたいわけじゃないですから。で表面の方をこのように表面のところをだいたい5ミリから1センチぐらいですね、残したいのでこのまま取ります。いいですか。表面をこのように取ります。そこはやらないってことですね。はい、で、入れていきます。で、ここも同様に根元10センチじゃなくて7センチから10センチぐらいは根元を開けましょう。はい、こんな感じです。で、ちょっと溶かしてあげて毛先の方をたっぷり塗ります。で、ここで関係してくるのがこの彼女のカットラインなんですね。で、彼女のカットラインは、かなりベースの削ぎアンダーの削ぎ絵ですね、このアンダーセクションの削ぎがかなり入ってるんで、本来あんまり削ぎが入ってない場合であれば、バランスがいい状態であればさらにこの毛先を足していくっていう作業が必要なんですけども、今回の場合に限ってはもうこのままで大丈夫です。なぜかというと毛先の量が少ないからです、削ぎが入っちゃって。なので
そぎ多い方はプラス間引いてところどころ入れていくような感じがいいと思うんで、そうしてください。はい、で彼女の場合ね、あんまりこうやっちゃうと全部明るくなっちゃうんですよね、そぎが入っちゃってる。で、今表面は何もしてないっていう状態です。で、今度サイド入ってきます。で、サイド、ここはまた、ポイントなんですけれども、サイド入りますね。で、その時のポイント、はい、顔周りの1個目は絶対取らないところです。顔周り取るとダサくなるので顔周りは絶対取らないでください。で、ここも同じように7センチぐらい開けてください。こんな感じで7センチ開けて、はい、こういう感じですね。で、カラー剤の上からブリーチ今塗ってますけども全然大丈夫です。カラーよりもブリーチの方が強いんで全然問題なく削ってくれます。ただ塗布量があまりにも少ないとそうならない場合もありますけど、基本的にはもうまあ、これリパネットの上のね、この上でブリーチ塗ってるんで薬取りながら塗ってれば大丈夫なんですけど、基本明るくならないことないです。こうやってやっていけば絶対明るくなるんで、はい。で、たまに手にブリーチがこうついちゃう時があるんで、その時は危ないので手をタオルで拭いてください。はい、このような感じで進んでいきます。すごい簡単ですね。意外とこれ考え、みんなやってそうで意外とやってないんですよね。これ簡単なんですけど、考えられそうで意外と皆さんやってなくて、まあ、やってるとこもあると思うんですけど、めっちゃ簡単なんですけどね。このカラー剤の上にブリーチをかぶせるっていうのはやっぱりちょっと抵抗がある人がいるのか、あんまりいない。で、表面、分け目のところをちょっと取ります。はい、そこを取って、その以外のところにウィービングを入れていきます。で、顔まで取らない。はい、このような感じで塗っていきます。根元7センチ開ける。で、このような感じで手先しっかり塗っていくっていう感じですね。はい、で、手をしっかり、表面の方ほど特に手先でブリーチ手についてるのも危険なんで手をしっかり拭いてください。この辺になっていって、逆にこうやって塗り方もいいと思うんですね。こっち側にシュッと、で、こっち側はこう、そうすると根元の方がグラデーションで徐々にこう染まっていくような感じなので、で、表面のところを染めないで落としますっていうので、一連の流れですね。はい、で、バック見ていただくと、今バックサイド逆サイドまでやってないですけど、本来でしたら毛量があればここに、間引いてもうちょっと毛先を多くしてグラデーションをきれいにしていくというような感じなんですが、毛量少ない方はこのままですね。大体30分でここまでできるので、約、放置時間を置いたとして、放置時間というのはカラー塗ってからだとかなり経ってますから、カラー塗った後にブリーチ入ってますので、そう考えると1時間以内にできるメニューかなと思います。このカラーだけを考えると、はい、あとここからは乳化の方法っていうのをまたやっていきますので、そこを教えたいと思います。そこができないとちょっとこのカラーができないので、乳化までやってこのカラーは終了って形になります。あと個人差があって、そのメラニン色素の、出方とかがちょっと違うんで、そこで乳化のやり方だったりもちょっと多少変わってくるので、そこもちょっと見せれたらなと思います。はい、今ブリーチがね、このような感じでブリーチされてます。で、このままだと今オレンジっぽい感じになってるんで、これから、乳化をしていくんですけれども、このオレンジが消えるまで乳化を